回収したいっていうか、あの普通に怠慢で負けるわ。こういうところでね、こう一匹だけ鶴に使うわけよ。2匹とも来たけど、やっちゃった。カウンターできました。めっちゃくらう。起き上がりの母変わってね。はい、消滅した。やっぱレベル低いのに力押して無理だな。てか相変わらずだな、あの食らって起き上がり母で死ぬっていう、そこ何一つ変わってねえのか。攻め中に母は言わなくなってる。そこ何にも変わってねえのか。必ず攻撃の後には斬新をして、なんで死んだ人間、死んでねえのかまだ。相変わらずだなこのゲーム。バックスタってマジ取れねえのかっていう。まあスタミナ使わすか。増えてる、スカ増えてる。は？はい？このねマップ見えにくいはどうにかしてくれよ。もうマジでああいうのは嫌なんだけど。ほんと相変わらずだな。次のやつにロックオンしろよ。例えばそこも設定であったな。倒した後次のやつにロックオンするかオンオフみたいなの。びっくりした今どこに落ちたの俺今。やるな。だろ？やるだろ？結構装備出たけど。15。下でこんだけ高かったらこっち優先だろう。くそ、今ここか。落ちんの？全然わかんねえな。こっちの奥行く必要がちょっと見当たらない。ここだ。
なんかすごい攻撃してきた敵。全然スタミナ減ってないんだけど、ちゃんと斬新しないとスタミナがもったいない。この攻撃超激しいのに言うほどスタミナ消費しねえんだな。スタミナゼロ。痛い。このゲームね、食らい出したら防御したらダメなんだよね。スタミナ食らって削られて防御して削られて死ぬっていうクソみたいなシステムだから、一度でも食らったらバックステップ連射みたいな方が安定する。はあ、さあて弓にしてインガードと同時に突っ込む。ちょっとこっち行くか先。無視してできるんじゃない？ほら。拝めないのか。どうせここで補給できるから、なんだろう、中ボスかと思ったらただのチェックポイントだったっていうね。よっ、よし、無理やり走ってかがり火つける的なことはできない。危なかった。よし、セーブポイント更新。いつの間にか4600も溜まっているぜ。とりあえず体力を上げるのは基本だけど、心は何が上がるんだ。気力5は、重さ上限。とりあえず当分はいらないな。武、侍スキルが一気に増える。忍者スキルも一気に増える。技は忍術。容量7欲しいよね。2個増やすから。忍者マンです。で、スキル。忍者。連続で投げれるようになる。なんか爆裂手裏剣みたいなの超強かったんだけど、麻痺にできる。目つぶしを使用できる。これ爆発玉か。敵を遅くする技があったはず。あれは これか。陰陽師、これだっけ。違うな、どれだっけ。条件がわけわかんなくなってる。敵の動きが遅くなるやつなかったっけ。まあいいか。で連射ね。打てる数増やせないし。毒手裏剣3個。術コスト5って多すぎだろ。しびれ手裏剣。麻痺状態にする。これよくね。これ欲しいな。これ行ってこれに行かないと。吸い込んだやつを麻痺状態にできる。麻痺にしたらこっちのもんとかなんのかな。で火薬玉。で
と術自宅で麻痺使いたいな。麻痺使うか。麻痺と手裏剣。で、スキル。なんかレベル1上がってた。今4も残ってるじゃないか。これはもう覚えてるんだな。そもそも覚えられないっていうね。これだね、とりあえず。冗談構え。あ、回避でも斬新が成立。これいる、絶対いる。5もいるじゃねえか。で、これか。組打ち。あ、背後からのバクスタ、そもそも覚えてねえって、そういうことかよ。なんでバクスタねえんだろうって思ったら、覚えなきゃダメなの。そりゃバクスタないわ。だってまだ覚えてねえもん。バックスだって覚えるもんなんだ。頑張るね。置いとく。いいガードだ。スタミナを削り切るんだ。削り切られた。おら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 。あ、落ちた。やめだな。あー、そこそんないたんだ。でも多分スルーできるよね、これ。そのためのショートカットだよね。これって大丈夫？死なない？もうほんと怖いんだけど。は？何なんだよここ。どういうことなの。はい、そこ落ちます。ほんと勘弁してほしいんだけどよ。これ使ってみる。ほら、しびれねえじゃねえかこいつ。もう一個。あ、こうなんだ。しびれ蓄積値があるんだ。よし、危ない危ない。もう全部使っちゃったじゃねえか。いいね、この攻撃。もうや、拾えない。もういっぱいになっちゃったのか。回収回収。びっくりしたわ、ほんと。ということは、とりあえず手裏剣に落としたから手裏剣装備しとかないと。そこ落ちるんだ、本当に。お、なんかカウンター決まったぞ。回復しにくいフィールドを張るんだ。で、こいつら倒して。怖すぎんだけどさ、これだいぶ死なない？さっき死んだよね。このまま前歩いたら死にそうで、ほんと怖え。何にも信用できねえぞ。
さっきこいつに怠慢で負けたんだよな。まあちゃんと安全に行こう。まだスタミナゼロにならんのかな。よし、ちょっと首飛んだ。18金ですかね、このゲーム。だいぶ前に死んだやつは、ほら、カラッカさ。戦いにくいな、外来い。家なんて戦ってこいよ。結構飛ばしてくる。バカにしやがって。ほらかますね、こいつ。体力自体はそんな大したことないんだけど、動きが速い。チェ、結構イラッとする。あー使わされたなと思ったら、今7まで回復してる。なんか気づかれた。どこで誰に、あ、上か。ダメだ、あれちょっと倒しきれんわ。ルートがわからん。あ、あっち。どう。で、進んだ感はね、してる。これは経験値いっぱいくれるやつだっけ？わらじのあやかしとは。この地になぜ。あ、ショートカットポイントだな、これ。こいつ確か成長してでかくなるやつだよね。ですよね、こいつ超強いんだよな。ほっとこ、まだ行けないルートあるし。この上、まずは上を目指そうかと。あーと、これ何、落下地名ってあんの、このゲーム。あった。ただ殺しきれん。上に相手が即反撃来る。厳しくないですかね。倒す？ショートカットかな。渡ってみよう。遅くて怖いです。この先のお寺まで行ければなんとか。よし、うん、わあ、ちゃんと斬新しないと。はい、死ぬ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 。ほんとこのゲームガードしちゃダメだな。危ね、ほんと1回のガードが命に関わる。ちょっと厳しすぎやしませんかね。
上に行く手段があるんだろうね、上にあるってことは。奥方様のご乱心、若様いっぱいいる。当然のことでございましょう。二人同時にかかってくるとは卑怯な。よし、で一匹倒した。これでだいぶ楽になるはず。ガードで斬新できるっていうのが多分そのうちどっかで手に入ると思うんだけど、このお前は武者だな。よし、くたばれ。あぶね、怠慢で負けるという恐ろしさ。よしよしよし、もう全然これで装備がランクアップする。21、でかいでかい。23、でかいよこれ。12、うん、頭出た頭。11で、斧、鎖鎌、金槌、槍でいっちゃんっていうのは今のこの装備のままだな。一応こっちの方が特殊攻撃出てるけど、まあこれでいいか。それだいぶ守備力上がったろ。あの上どっから行くんだろうね。なんかバレた。ここか。ほらほら。遠いな。よし、釣れた。よし、こういう時の遠距離攻撃、クナイとか手裏剣とかこういう時のためにあるのね。一人かい。岩転がってきた。これ一番初めのとこだよね。俺がこっちのルートから来なかっただけか、もしかして。だよね、俺が初めのルートから来なかっただけだよ。あれ、だよね、これ一番初めだもんね。俺が初めいつもこう裏道ばっかり行ってたからスルーしてただけだよね。結局はやっぱあそこ行かなきゃダメってことか。これ使うか。無双乱舞、なんとスタミナ無限だぜ。結局はあそこの奥行かなきゃダメだ。あの屋根の上どうやって行くんだろう。
こっちのルートがないから降りて、そこのだから本当はこっち来ては行き止まりか戻ろうっていうのをこなさなきゃいけなかったんだよね。上行けねえ、どっから行くんだろう。怖いなここで、あっちの奥かな、行く道として。この上どっから行くんだろうね、本当怖いわ、道細いってマジ怖い。で、あそこの上この家はもう行ったよね。こっちの上はい、結局ここにたどり着くわけだ。成長してる？してない、戻ってる。ほらほらほら、でかくなる前にとっととやってしまおう。下り坂、おっ、うん、帰るよ。何かにバレた。ほらほらほら、フィニッシュ。一応バレたのが右上のあれで分かんだよな。ちょっと優しい。上かな、あれか、あそこは危ない。セーブポイント、セーブポイント。1ぐらいレベル上げれるだろう。侍スキルを上げるのじゃ。心と体、5を上げると体力も結構上がる。武5、中途半端なんだよね。こうスキル習得はこっちでもできるし中でもできるから。で俺が覚えたいのはとりあえずこれなんだよね。そのために必要な、やつはとりあえずここだな。5まで貯めないと。